ビルヘルム・オイゲン・アウグスト・ゲオルク・フォン・ビュルテンベルクは、ビュルテンベルクの王族、軍人、ビュルテンベルク公。ビルヘルム・オイゲンは、ビュルテンベルク公・オイゲンとその妻でシャウムブルク・リッペ公、ゲオルク・ビルヘルムの娘である、マティルデの間に、一人息子として生まれた。ビュルテンベルク王・フリードリヒ一世の三帝、オイゲンの着想村にあたる。彼は、シュレージンのカールスルにある実家の城で育ち、 中ゲン大学で学んだ。1866年には、少尉としてビュルテンベルク軍に入隊し、広島戦争では第三機兵連隊に所属して前線で戦った。彼は1866年9月から1870年まで軍を休職して中断していた勉学を続け、一時はパリに留学した。また1868年7月からは約半年の間、 おじのビルヘルムと一緒にアメリカ旅行に出かけている。1870年に始まった不屈戦争では、中尉として前線で戦い、1871年には大尉に昇進、1872年にはビュルテンベルク第一やり兵連隊に転属となった。1874年には少佐に、1876年には参謀幕僚にそれぞれ昇進している。 三謀爆僚に昇進した1876年12月には、第二ベストファーレン系騎兵連隊の中隊長として、デュッセルドルフに派遣されたが、翌1877年1月に、認知で休止した。彼は1874年5月8日に、ロシア皇族のベラ・コンスタンチノブナ大皇女と結婚した。ベラは、ビュルテンベルク・オーカール一世の妻オリガ・ニコライブナ、王妃の命であり、 幼い頃から子供のいないカール一世夫妻の実質的な幼女としてビュルテンベルク宮廷で育てられていた。ビルヘルム王医元は死去した時点では王位継承者のビルヘルム王子に次いでビュルテンベルク王位継承順位第二位であった。ありがとうございます。